こんにちは、カパパです。ここはですね、僕の第二の故郷茨城のですね、ここはつくば市に来てます。ということでね、今日は目の前の山宝鏡山を登ります。はい、一応ね、この看板にもある通り、休憩所からはですね、極楽寺コース、あと上岸寺コース、まあ、二つのコースにこう分かれるんですが、いつもはね、極楽寺コースで登ってるんで、今日はね、上岸寺コース、こっち行くんですよ。で、ずっとあのね、稜線ですね、あそこをずっと伝ってですね、あそこにアンテナが出てますよね。あそこは山頂になるんですけど、あそこまで登っていきたいと思います。では行ってみましょう。あれ、それいいの履いてるじゃん、それ。これいいでしょ、うん、これね、アルトラのオリンパス。これ、ビブラムソールなの。あ、すごい、ビブラムだ。うん、で、靴の中で足の指が自由に動かせるところが、すごいところ。で、動いてる。メッシになって、そう、甲がメッシになっていて、とっても通気性が良いです。はい。え、何、なんで同じの履いてんの偶然だよ、偶然。ちなみにね、こうなってる。すごいね、ビブラムアルトラのオリンパス5、昨日買ったんですよ、正直言うと。で、今日はね、初めて履くということで、宝鏡山、ちょうどいいでしょうね、試し履きするのね。というわけでございまして、今日はアルトラと一緒にですね、歩いていきたいと思います。さっき話したアルトラのオリンパス5、柔らかい道を歩いてるからなおさらなんですけど、クッション性がいいね、半端じゃなくいい。うん、あとね、底がこう平べったく、面積広いんで、グリップもあるんだけど安定性もすごいと、要はね、幅広のオフロードタイヤを履いてるような、そんな感じですね。うん、素晴らしいわ。今回はですね、実はこの上岸寺コース、上りで使うのは今日が初めてということなんですね。もう何回もね、宝鏡山来てるんだけど、一回下りでね、使ったことあるんですけど、ちょっと上りだとね、風景がまた違ってくるんじゃないかなということで、すごい楽しみにしてます。あ、マップがありましたね。それではですね、登山コースのご案内です。宝鏡山にはね、いくつもの登山コースがあるんですが、今回上りに使うのは上岸寺コースと言いまして、大きく反時計回りに頂上を目指すコースです。途中、野鳥の森とか山桜の森を経由して、ものすごくね、歩き応えのあるコースです。では行ってみましょう。ここはね、まっすぐ行っちゃダメ右側です。一応標識出てますんで、はい、こっちを通ってきますね。はい、綺麗だね、朝露濡れて。ああ、これはトラクターの跡があるから、こう田んぼを起こしてますね。起こすっていうのは、ほくり返してることね。いや、今日はね、晴れてよかった、最高の天気です。おお、車両ゲートがありました。あ、このコースはさ、こっち側がずっと沢になってんだね、うん、ですごい心地よい音が、あ、滝がある。へえ、わあ、なんかね、気持ちいいね、うん、森林浴してる感じ、さすがにね、これはぬるぬるこれは滑るんで気をつけていきましょう。お、分岐、左行くと順平歩道、正面が尖り宣言経由で山頂です。こうだね、
こちらね、左順平歩道って方行くと、極楽寺コースとぶつかるんだと思ったな、多分。ね。はい、今日はね、尖り宣言経由で、山頂行くんで、こっち行きます。いやー、きつい登りだな。尖り宣言山頂、50メートル。いいね。まず最初のピークだね。尖り宣言。このね、急坂。すんごくね、アキレス腱に負担がかかるような坂なんですけど、やっと登り切ったかな。ここね、下りで使ったんだけど、確かね、下りの時ものすごくぬかるんでね、何回もこけそうになったのを今思い出しました。いやー、上岸寺のね、下りここまでね、尻もつかずに降りてくれた今日晴れてね、ある程度これ乾いてるからいいんだけど、これほんとね、降ったらズルズルでおっかないんですよ、ここ。まあ歩く方はね、ほんと気をつけてください。さて、そろそろじゃない。あ、なんかね、見覚えあるよ、ここ。ああ、これ、尖り宣言じゃない？もしかしたら。ああ、そうだよ。おお。はい、尖り宣言山頂。はあ、そうそう、こんな風にね、ベンチがあった。ここだ。いやー、ちょっとね、休憩しとこう。めっちゃくちゃ疲れた。塩分、糖分、カステラ食おう。うん、食べよう。おう、おー、いいね。うん、一番好きなのここ。この紙の裏ね。これが好き。いただきます。いただきます。うん、うまい。はい、尖り宣言のね、山頂で、休憩しました。はい、ここからね、宝鏡山の山頂に向かいます。一旦ね、下ってまたちょっと登る感じですね。おお、これは見事だね。素晴らしい。いやー、素晴らしいね、ここ。山桜の森ってとこかな、ここ。なんかね、山っぷの地図あったけど。すごい、すごい。はい、ここはね、合流点なんですけど、今僕が歩いてるのが上岸寺コース。で、この左側からね、ずっと道が来てますけど、ここは極楽寺コースですね。で、ここで極楽寺と上岸寺が合流して、こっちが山頂への道になります。ほら。いいね、ここ。うん。山頂が混んでたら、ここで食ってもいいんだよな。この先はね、いわゆる城跡になってるんで、
空堀があったりね、またお城の跡ね、城址があったりします。さあ行ってみましょう。はい、ここはね、お城の空堀の跡ですね。ね、見事に空堀になってます。もちろん反対側もこんな感じね。はい、山桜の森からね、だいたい2、3分 ?5 分ぐらいか。はい、ここはね、宝鏡山の、簡易トイレです。バイオトイレ。ねえ、もう僕ね、この山来るたんびにね、この話するんだけど、本当にね、有志一同が立ててくれた、ありがたいトイレです。まあ、これのおかげでね、まあ、おじいちゃん、おばちゃん、ちっちゃい子供も安心して来れます。まあ、もちろん僕らもそうなんですけど、ね、やっぱり山の山頂付近にトイレがあるっていうのは、これすごいことでね、うん。あれがアンテナ塔ですね。まあ、正式名称でわかんないんだけど。あの建物の向こうが、山頂広場になってます。で、行ってみましょう。素晴らしい。これいいね。はい、この向こうがね、山頂広場になってます。さあ行きましょう。いやー、3ヶ月ぶりだな。今年の初登りがここだったんで今年は、宝鏡山以外登ってないことになるね。私2回目の山、うん、はい、宝鏡山頂461m。 はい、到着。はい、到着。さあ、筑波さんはどうかな。おお、すごい。ドーン。素晴らしいね。はい。すごいね。今日はね、霞んでる。ああ、霞ヶ浦見えるな。うん。太平洋はね、ちょっと見えないんだけど、霞ヶ浦はよく見えます。こっちはね、網の方かな。網とか龍ヶ崎が向こうだね。はい、これがね、宝鏡さんの名前の言われとなっている宝鏡塔です。お重で開ける、うん、あ、おにぎりでした。で、こっちが、おにぎり。はい。お疲れさんです。
10秒。まあ、山頂ね、こんな感じでだんだん人が増えてきたね。うん、はい、で今日はですね、ノンアルね、ノンアルとあとコテッちゃんとキャベツの炒め物、これめちゃくちゃうまい。それとカグママのおにぎり、これがね朝飯兼昼飯ですね。というのはね、まだね9時半なんだよね。まあそんな感じなんで、まあ混むんでね、ちゃちゃっと食って席開けてあげないとかわいそうなんで、はい、美味しくいただきます。はい、じゃあ下りになるんで、アルトラのオリンパス5ね、靴紐をしっかり締め直して今から下山したいと思います。じゃあ降りよう。はい、下りはね、小田城コースにしようかな。まあどこでもあんまり変わんないんだけど、小田城コースはね、下りの途中で、まあいろいろ、なんていうか、ね、イベントがあると、イベントというか、まあいろんなモニュメントがあったりして面白いんで、ということでね、まあ下りなんで、DJI アクション4は、ここでストップします。おお、来た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 。はい。あー、降りてきた。今ね、11時14分。はい、あー。ね、7時頃山登り始めたんで3時間15分ぐらいですね。はい、今日はね、ぐるっと一周してきました。で今ね、小田の駐車場に戻ってきました。あ、疲れた。はい、アルトラのねオリンパス5、もう最高の履き心地でした ね最高。この靴ほんといい。下りのグリップ、うん、下りのグリップが半端なかった。うん、やばいところもね、もうスッと行っちゃったね。はい、というわけでね、今回も最後までね、ご視聴ありがとうございました。カッパパでした。アルトラのオリンパスおすすめです。